はい、どうもさっくんです。今回はこちら100均で売ってました、こういうものがありましたんで、ちょっと開けてみたいと思います。こちらはプチブロックっていうシリーズ、これのトレインシリーズ13、14で15、16、これを買ってきました。というか、車両の選定がかなりマニアックすぎます。これはちょっと楽しみやな。この前面のこのね、絵だけでもめちゃくちゃテンションが上がってきて、モチベーションが上がりますよね。これは楽しみや。しかもこれジッパーで止めれるようになってるんで、途中で放棄してもここに掘り込んでおけるという。いいなこれ。これめちゃくちゃいいやん。で、完成図がこんな感じ。結構リアルじゃね？マニアックやけど結構リアルじゃね？ということで、とりあえずね、開けてみたいと思います。まあ裏はこんな感じです。EH500 金太郎ってなかなか車両選定でしょ。で、しかも、こっちは C11。で、しかもニセコ号なんで、これ北海道なんですよね。このように JR 北海道商品化承諾済みということで、 JR 北海道のこの SL ニセコ号のモデルにしてますね。で、開けていきたいんですが、これはここに、ね、開けれるこの口とか何もついてないの、普通にハサミで開けて、これちょっとまず EH500 から作っていこうかな。 EH500 の先頭車、先頭、このね、機関車はね、2両ですので、おー、まださらにある。おお、で、説明書、おお、シール、おお、すごいな、これ、これで100円すごくない？はい、説明書に出てきました。個数と組み方と、で、どんな感じで組むか。もう裏はもう完成まで近いですね。で、この車両一応2両編成の機関車ですので、ひとまず1個作って、で、どんな感じかっていうのを見ていきたいと思います。さあさあさあ。これ100均にしてはクオリティ高いんじゃない？うおぉ。じゃらじゃらっと。で、ここ空洞になってて、で、これ横一列ね。ほいほい。で、またさらにこの角みたいなやつ、またここに来るよね。角、角やね。ガシ。こうでいいんや。でから、これはどうすんの？え？あ、こいつ？これか。これの上につけるんや。こう。おー、すごい。おー、なるほど。おー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 。いいやないの。もうなんかもう色できてきましたね。おお、あ、いいじゃないですかこれ。へえ、もうこんなになりましたね。おかげ出てきましたね、どんどん。よし、次のページ行きまして、で、これの上に
透明の黒猫、赤の2列6列で、またこういう突起のやつ、赤の2個、んでグレーの2列3列、これやな、こうやね、でグレーの6列2列、これでへこんでいく、これがこうなっちゃうよね、でこうやね、でシール貼る、シールはちゃんと切り目入れてくれてるから、まあ貼る位置に関しては結構細かく書いてくれてる。よし、で反対は、反対金太郎か、いらんかった、反対の金太郎、反対の同じ位置に金太郎を貼ってください、これね、この辺かな、おお次郎目できました、ちょっと余るんやね、こんな感じか、はい、ということでこのね EH500 型金太郎の組み立て2両完了いたしました。こちらが前パンタイプで、こちらがつまぶ側っていうんですかね、そちら側にパンタグラフが装備されている2種類を、この2箱買えばこういう感じで2両組み合わすことができます。で連結器もちゃんとね、こういうカチッとこうはまって、ちゃんとしっかりね連結できるやつなんですよ。でこの呼気につなげる側もちゃんとこの連結器つけれるように、でもちろんブロックなんでこういう風につけれるようになっております。でシールもちゃんとこのね前と後ろの車両でしっかりと JRF と金太郎のシールを貼り付けております。ほんとかっこいいですよね。まあブロックやから、まあまあクオリティは置いときまして、ブロックの割には結構いいと思います。そしたらね、お待ちかねのこの鉄道コンティナ車両なんですけど、中間車両って書いてます。これを今回さらに他のダイソーで2つ追加して3両のコンテナを、連結するようにしたいと思います。蓋していきましょう。こう蓋したところでこのね中央側はね、この端っこの2マスずつしかねつけれないんですよね。ちょっと真ん中押したら落ちてしまいそう、若干弱い気もするけど、真ん中だけね、まあ、コンテナで積み込むやつやから、まあ、普段使いしないでしょう。だから問題ないと思います。おお、なんかすごいよねこれ。こんなんでいいの？ちょっと低くない？まあいけるか。まあ、ここはね、ブロックですので、はい、コンテナ3つ組み終わりました。でシールはちょっともう最後にしたいと思います。これのジャラジャラをなんとかしますの で続きまして、この3番、これね呼気を組み立てていきます。呼気はですね、こんなパーツ、これがコンテナ同士の間のここですね、それを再現してます。これが3ついる。でその間に連結器、
一番端っこに一応置いとこうですね。下の床下部分ですね。これがこれもう一個あるのか、こうか、端端で分かりやすいとこさっき組んでいこう。端でこういう感じで色が分かれてるとこはね、先やった方がいいな。はい、ということでこのコンテナの車両の一通りのセットを組み終わりました。この SL ニセコゴ北海道のやつなんですけども、それの C11 と、客車が43系、まあ1両でもよかったんかな思ったんですけど、確か2両やったよなと思って、この客車自体も2両買いました。これをね、このダイソーで買った後に他のダイソーを見たら、この EH500 もないし、この SL もなかったんで、これ結構ね、マニアの意表をつけてるのかなと思いました。まあそんなこと置いときまして、とりあえずこの C11 の、ね、SL2 世工房も組んでいきます。はい、それでは組んでいきましょう。 SL の、先頭車両っていうか、まあまあ C11 なんですけども、まずこの下から組んでた方がいいかなと思いました。この EH500 の時にこの上から組んでいって、でこうかぶしていかなあかんので、結局は下から組んでいって、この下の土台の上にこれをまたつけて、でこれを次セットしてからこの次のブロックをこう組んでいって、最後にこの一番上みたいな感じです。これをこう置きたいんやけど、まだここは固定されないってことが分かりました。こうね、こうなるけどもまだ固定されない。で2列のやつが、2個必要やね。やっぱりね、上からかぶしていく作戦の方がこのブロックつけやすいわ。こうこうに置いて、うん、こうですね。で続いて結構長い目のやつがいっぱい必要です。これ角っこやからこう置いとこう。角っこのやつ組めるだけ組んでいこう。普通ではこれはまあ1番で作ったんで、この上のやつをね、もうあとは組んでいくだけです。形が見えてきたおおおー、なんかわかるわかるわかるもう一個これいるんや。あ、でね、ちゃんとねここ空洞あるんですよそこまでリアル線でもおー、すごい。あー、いいねいいねいいね。おー、でからこれ車輪の代わりかな、4番、これね。なるほどね、はい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 。あー、すごい。はい、続いてね、43系の客車です。まずはもうね交代作るしかないと思います。うん、でこのグレーをつける。で続いて窓やね、これ窓、窓がすごいな。でこの茶色をどんどんねこう敷き詰めていく感じやね。これを完全に忘れてました。これからの
それからのこうですね。から最後にこういう蓋をしなあかんね。おおできました。でこう一両やったらこういう感じですね。あ、いいな、なんかブロックっぽいブロックらしい出来。いいよいいよ、こんな感じでしょ。はい、ということで、ね、あと一両あるんで、あと一両も組んで連結します。はい、ということで、これダイソー、100円均一のダイソーですね、に売ってたこのプチブロックシリーズの、ちょっとマニアックな車両の、組み立てでしたが、いかがだったでしょうか。ちょっと年齢が、12歳以上ということで、まあ、ちょっと鉄道模型並みのこの対象年齢だったんで、まあ、今回紹介させていただきました。まあ、鉄道模型にちょっとなんか関係してないかしてないか微妙なとこなんですけども、これはちょっと車両のね、ラインナップが面白いなということで、今回これ C11 のねニセコ号と、EH500 の貨物列車ね、やってみました。他にも新幹線がいっぱいあります。でまたね、新幹線もねラインナップがね面白くて、アルファ X とかあるんですよ。N700 と E5 とかとは別に、なんと試験車のアルファ X とかあるんですよ。これなかなか面白いですよね。で、だいぶマニアですよね、この選んでる人がね。まあ、そういうことで、面白いなということで取り上げさせていただきました。はい。まあ、これ飾ってね楽しめると思いますので、十分なスケールだと思います。これ何分の1とかは書いてないんですけどね。いや、これは面白いと思う。リアルではない、さすがにリアルではないけど、この飾る上では面白いなと思いました。はい、もしとダイソー行ってみて、新幹線、ほとんど新幹線しか今残ってないと思います、この公開日にはね。でももしね、この客車だけでもね、こうコンテナだけでもあって、ちょっと挑戦してみたいなっていう方いらっしゃいましたら、ちょっと1両でも買ってみてはいかがでしょうか。もう100円です、1両100円です。今回だから 2,3,4,5,6,7,8,800円、880円ですね、これだけで。結構楽しめました。いや、いいですね。はい、ということで、もし参考になるという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。はい、またツイッターやブログ、インスタもやってますので、ぜひそちらもご覧いただければ嬉しいです。ということで今回の動画は以上です。